Hey guys! モンスタージョン TV! はじめました、モンスタージョン TV! 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあなたは、因果スラッシュでやっていきましょう。今回はですけども、4校に挑んだ人物まとめ、やっていきたいなと思います。4校に挑む、それすなわち死を意味するわけでございますけども、それでも果敢に4校に挑んでいった人物たちをまとめていきたいなと思います。すごいことですよね。4校によくもまあ挑めるなと。僕がもし4校に出会ったら何をするのか。わかるでしょ？走って逃げます。まさか俺が因果を晒すって。バカ言っちゃいけない、それはガチモノウルージさんのやることだよ。ということでね、そんなウルージさん含めよ、ウルージさん含めて4校に挑んだ人物まとめやっていきたいなと思います。ちなみに最近皆さん動画見終わった後グッドボタン押してる？もしも、あ、忘れてたっていう方がいたら、動画が良かったら、ぜひとも皆さん、グッドボタン押していってください。このグッドボタンがめちゃくちゃ大事でございますからね。ぜひとも皆さん、よろしくお願いいたします。ということで、やっていきましょう。まずは、一人目でございます。一人目は、ルフィ君でございます。ルフィ君、ビッグマム、そして、カイドウに挑んでいるわけでございます。ちなみにでございますけども、後の4校、黒ひげにも挑んでいるわけでございます。当時はまだそういった名はなかったわけでございますけども、闇闇の実を持っている時点で、その力っていうのは間違いないわけでございます。そんな男に挑んでいったルフィ君、さすがでございます。ちなみに今回でございますけども、亡くなってしまった白ひげの親さんも追加をしております。そして当時はまだ4校ではなかったけど、現在は4校になっているっていう人物も入れていく。だからこそのルフィ君が挑んだこの黒ひげも同様でございますよね。ビッグマム、カイドウ、黒ひげ、なんならば挑んだっていうところでは戦いではないけども、ルフィ君は張り合っているわけでございますよね。白ひげのおやすさんとエース君をどっちが先に救うみたいなね、俺が救うみたいな感じで思いっきり張り合っているっていうところでは相当ではね、俺が海賊王になるってことを目の前で言っている、そこも相当だよねっていうところでは一つ。ただこの腕っぷしっていうところで思いっきり挑んだっていう風に言っていくのであれば、ビッグマム、カイドウ、黒ひげ、ルフィ君がそこに挑んでいるわけでございます。そして続いては我らがエース君でございます。エース君も挑んでおりますよね。まずは黒ひげでございます。バナロ島での戦いでございます。あれがなければね、こんな展開にはなっていなかったのになぁとこうずっと思うわけでございますけども、ここで黒ひげに挑んでいると、その最後っていうのも相当かっこよかったわけでございますよね。そして黒ひげはもちろんのことながら、白ひげのおやっさんにも何度も何度も何度も挑んでいるわけでございます。これについて詳しくはノベルエースを見ていけばね、もっともっとわかるわけでございますけども、すごいですよ。よく殺されなかったなっていうふうに思うのと、それでも果敢に挑んでいく姿勢、これはすごいなと思います。そして続いてはキャプテンキッドでございます。キッドに関しては赤髪海賊団に挑んでおります。だけども残念ながらそこで腕を失ってしまうと。そしてカイドウさんに挑んでおります。残念ながらうどんにぶち込まれていると。だけどもこれまた挑んでいくビッグマムでございますね。ただこれはビッグマムに挑んだというよりはビッグマム海賊団に挑んでいったと。そして船を沈めていったとね、2隻も沈めたということで、とんでもない損害でございますよね。1個の船を作るのに、まあね、内容にもよりますけども、あの規模であれば2、3億ぐらいは平気でかかるんじゃないですか。2、3億ぐらいかかるのを2隻沈めていく、とんでもないよね。で、中に積んでいるものとか考えていくとどうなのかな、トータル5億ずつぐらいかな、10億ぐらいかな、10億の損害かな、殺すよね。間違いなく殺すよね。ということでね、ぶちかましていくキッドさん、意外と4校ほぼ攻略しているみたいなね、まあしばかれてるっていうところではあれだけどもね、挑んでいるわけでございます。そして続いて黒ひげでございます。まあ現在4校になっているわけでございますけども、4校になる前は白ひげのおやすさんに挑んでいると。そしてシャンクスにも同様でございます。まあ時期的には4校には多分まだなっていないタイミングだと思いますけども、そんなシャンクスに目に傷をつけていったと。でシャンクス
スもね油断していたわけではないっていうふうに言っているわけでございますから、黒ひげの力っていうのは相当なものであるっていうのが伺えるわけでございます。ただまあ頂上戦争のあれに関してはもうちょっとね白ひげの矢さんが体力あれば、まあ、全然やれたんじゃないのっていうふうに思いますけどもね、やってほしかったねということで続いていきましょう。続いては黒子ボーイでございます。黒子ボーイ、白ひげの矢さんに挑んで負けているというね、これも重要な情報でございますよ。なぜならばもともと黒子ボーイはバレットともやり合っていてため張っているんですよ。そんなバレットの力でどんなもんなのって言ったら、当時のレイリーさんにも引きを取らないぐらいの力を持っていると。やばいよね。だけども黒子ボーイルフィ君にやられているよね。そこの矛盾何みたいなね。まあそこで出てくるのが岩さんみたいな、前々から言っているけども、男性にしていったことでもともとあった力が、女性の時にあった力が一旦はリセットされて鍛え直しっていう風になっているのかななんて考えたりとかね。いずれにしても白毛のおやすさんに挑んでいる黒子ボーイ。そして続いては森屋でございます。カイドウさんに挑んでいるわけでございますね。残念ながら負けているわけでございますけども、現在カイドウさんは4校になっている。当時が4校だったのか、それともというね。そして続いてはミホークさんでございます。シャンクスのライバルだったということで、何度もシャンクスとやり合っているわけでございます。まああとは挑んだっていうところでは、白ひげのおやすさんにも思いっきり斬撃をスパーン言ってぶちかましてるわけでございます。だけどもそれは届かなかった。距離を押し量るだけだっていうふうに言っていたんだけども、残念ながらそれは上手に阻止されてしまうわけでございます。これが白ひげのおやすさんとの距離であるっていう話だよね。あのシーンもかっこよかったよね。頂上戦争やばいよね。名シーン尽くしですよね。そして続いてでございます。続いてはシャンクスでございます。シャンクスに関してはその黒ひげとのねやり取りを考えれば、後の4校となっている黒ひげそことやり合っているっていうのが見えてくると。そして白ひげのおやさんともやり合っているわけだよね。ガチガチにバトっているのではなくて、エース君を止めてくれって言ったあの流れだよね。そこでまあやり合っていると、挑んだっていうところではまあ4校同士だからね、それは若干気になるけども、ただ挑んでいるっていうのは間違いないわけでございます。まあシャンクスはもともとね白ひげのおやすさんを昔から知っていて、で見習いだった時から知っているわけだから、それが成長してため張れるまでになっているって考えるとすごいよね。そして続いてでございます。続いては赤犬でございます。赤犬は頂上戦争で白ひげのおやすさんとぶつかっているわけでございますよね。いつ赤犬が敗北者ってなるのかね、すごく楽しみなところでございますけどもね。赤犬さん本当にたまったもんじゃねえなって思う次第でございます。ということで続いていきましょう。続いては戦国さんでございます。戦国さんは頂上戦争で黒ひげとやり合っているわけでございます。これに関してはまあ後の4校っていう風になるわけでございますけども、まあ全然いい戦いを見せていたよね。そもそも戦国さんは相当強いわけじゃないですか。ロジャーさんの時代の、しかもロジャーさんとかと、まあ、結構いい戦いをするような男でございますから、まあ、海軍の歴史の中でも相当ね強い人物なんじゃないですかね。そんな彼は一応黒ひげとやっていると。ただその当時で言えばまあ多分体力全開の状態だったら黒ひげでも勝てんのかな。能力でも能力割れたところで多分いけるだろうね。頭いいからさ、その黒ひげって、いや黒ひげは頭いいんだよ、頭いいんだよ、軽率なだけなんだよ。俺のプランなら間違いなくいけるっていう風に 100% 高をくくっていくタイプだけども、戦国さんに関してはいくら自分のプランがあったとしても、さらにその後ろにプランプランプランっていう風にやっていくわけでございます。さすがだよね。そして続いてガープさんでございます。ガープさんに関してはゴッドバレー事件でロックス海賊団とぶつかっている、イコールどこまでやったのかわからないけども、まあロックス海賊団って後の4校になるわけでございますから、それらとやり合っていると考えれば自然とってなってくるよね。そして続いてでございます。続いては光月おでんでございます。おでん様は一発目いきなり白毛のおやすさんに挑んでいったわけでございますよね。そしてカイドウさんにも挑んでいるわけでございます。この二人に挑んでいるおでん様。そして続いてはカイドウでございます。カイドウに関してはまあシャンクスと小競り合いを起こしているっていうのは一つとして、そしてビッグマムとも若い頃にはやり合っているでしょう。そこら辺を考えていくと、カイドウさんも4校だろうが何だろうが関係ないと。まあワノ国でもビッグマムとね思いっきりやり合っている流れがあるわけでございますから、そこは一つ。続いてはビッグマム
ムでございますけども、ビッグマムも同様にワノ国にてカイドウとやり合っているわけでございます。まあ挑むっていうところでは違うけども、ただそこでの衝突は起きている。まあ何をもって挑む、要するに若い目が強い人物に挑んでいくっていうことだけを指していくのか、はたまた挑むイコール全般を指しているのか、戦いを申し入れる、戦いを行うっていうところをね考えていくと、まあここも含まれるっちゃ含まれるのかなっていうふうにも考えたりするわけでございます。そして続いてはロジャーさんでございます。ロジャーさんに関しては白ひげの親さん、そしてビッグマムのところから回収してる、まああれに関しては多分損害は出しているであろうけども、ビッグマムとやり合わずに密かに回収してるっていうようなパターンなのかもしれないよね。少なくとも白ひげの親さんとやり合っているっていうのが出てきてるわけでございます。あとはゴッドバレー事件でどこまでロックス海賊団とやり合ったのかっていうのも一つ、まあみんなそれぞれねやってるのかなというふうには思いますんでね、それに全部挑んでいったと考えれば、まあ当時の流れで考えればまあちょっとねずれてくるところもあるけども、結果としてはみんな四皇になっているわけでございますから、そこに挑んでそして勝利を収めているというところでは相当なものでございます。そして続いては我らがウルージさんでございます。ビッグマム海賊団に挑んでいると、まあ残念ながらねビッグマムの顔を拝むこともできずにやられてしまったわけでございます。そしてその後空島に行って、そこにひょっこり現れたカイドウさんをフルボッコにして、要は八つ当たりだよね、クラッカーさんにやられて、あーうぜーなーみたいな、でうわなんか来たよみたいな、空島何来てんだよこいつみたいな感じで、もうよそ者はどっか行けやって言って、インガザーって言って、もう空島からズッドーン言って落としていったんだよね。でたまたま下に島があって、ズドーン落ちてキッドさんたちがいるっていう、もう災難を起こしていったっていうね、もう最悪の世代の中でも最も最悪なのがウルージさんであるというね、微笑みの貴公子ウルージ、とんでもないですよね。八つ当たりだぜ、八つ当たりで四皇を思いっきり空島からヘリって言ってバコーン言って落としていくんだぜ、とんでもない。ということでいかがでしたでしょうか。今回は17戦という形でねまとめていきましたけども、これって多いよねって思うかもしれないけども、そうでもないですからね。四皇に挑んでいくというのは自殺行為でございますからね。まあある意味でもそれで言ったらベジさんもそうか、ベジさんも反旗を翻してねビッグマムとちょっとやり合うとか、まあ一方的に縛られてるけどもね、その流れもあったからベジさんもまあギリ入れていいのかなっていうふうにも思いますけどね。ってなると18かな、18という形になります。まだ他にもねいるかもしれないんです。ここら辺ぜひともコメント欄で書いてくれたらなと思いますけども、ここからの展開やはり四皇に挑んでいかないと話にならないというか、これからの戦いはもう四皇とかが思いっきり待っているようなね場面でございますから、これを乗り越えていかないといけないわけでございます。ビッグマムの時はなんとかこううまいことすり抜けてきたルフィ君だけども、このカイドウさんとはすり抜けてまた行くのか、いやいやいや圧倒的な勝利をここで手にしていくでしょう。そして圧倒的な力を得ていくでしょう。ロジャーさんとルフィ君の力全然差があるよね。そこに追いつかないと海賊王にはならないよね。楽しみだよね。いつそこまで来るのか、今でしょ、いや後でしょということで今回この辺で終了していきましょう。最後になりますがじゃんけんタイムいきましょう。最初はグー、インガザーらしいことでグーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time。